まあ、ここら辺もしっかりもうね根付いた、うん、ちゃんと。はい、どうしよう、移動する、うん、あっち行こうか。で、直巻きの場所がもうそろそろ不織布取ってもいいかなというとこなんだけども、なんだね、これはほうれん草ね、ほとんど出てないね。そうだね、これは違う、違う、これはほうれん草、ほうれん草、これも違う。雑草の方が有名取る。すごいわ。あのそれね、杉菜、ね、絶対にうちには持ち込まない。もうすごいね杉菜って。なんか一番育っとるよね。うん、あの地下茎が強くて。おそらく人間はこれをこう無理やね、まあまあ出てきてはいるけど、ほうれん草はちょっとまだ不織布は取れないわ。そろそろかな。これは、うん、そうだね。これ小松菜。小松菜か。へえ。間引き、しなかん。もったいないね。一番嫌な仕事。いやね。で、こっちがカーブ。あ、カーブ、すごい。うん。なんか場所によって全然ここら辺ね、あ出てるか、なんか水の量が少ないとか。いや、そんなそんなことないの。土の硬さとかにはあの影響は出ると思う。そうやね、そうかもしれんね。多分根は出てて、うん、芽が上に出れないとか。あ、硬い土が上にあるとか、ああそういったとこはあるのだから、あの差が出るのは直巻きは仕方がないかなとは思う。はい、あとは、あ、大家さん、大家さんじゃないわ、地主さんが溝の何っていうの、水路、用水路、排水路とかなんとかっていうかな、なんか言ってみたけど、昨日そのまあ管理組合みたいなあるらしいんやね、水の管理する、で皆さんできれいにさらえたらしい。で何日やってたっけ、23日から水が流れ出てくるということです。はあ、で、あと何喋ればいい。これがこう一番ね、強い風やね。あ、あとスナップエンド、もう引き上げます、もう諦めます。まあそれぐらい肥料を僕は控えたので、大丈夫そうやね。じゃあダメだ、こういうやつだけを
諦めた。これもかかってるから大丈夫そうなやつだね。まあ、あれ、かかりのやつだけど諦める。こうやって見ると3つやね。これとこれとこれ。そうやね、3つ。もう持って帰ってアンドンのプランターに移し替えてもいい。あ、そうだね。もうこれは撤去。もうネットも支柱もちょっと外します。しゃあない。あ、こんなとこやね。雨降って晴れて雨降って晴れてというこの4月のずっとありがたい天気で、あんまり心配しないかな。苗の活着もそうやって順調にできてるし、まあ、あとはうちの今育苗しているとこをちょっと撮影しようかなと。玉ねぎの調子とか打ち帰って撮影します。はい、ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。